どうも泉圭介です。届きました。もうねタイトルにある通りなんだけれども、毎月ねもうこの時期といえばこれですよ。じゃじゃじゃん、こちら誰得記述研究のですね第3号になります、アルマンド・ルセロさんですね。おーやば。いやねこのね、まあ、一応3ヶ月連続でねなんとか出させていただいております。皆さんのねおかげなんですけれども、やっぱこうやって並ぶとテンション上がるね。おーおーいいね。ぜひともねこれ皆さんねこれ冊子版ね見つかっていただきたいなと思うんですけれども、今回ですねこちらねアルマンド・ルセロさんなんですけれども、このルセロのことね知っている人って意外と少ないかもしれないですね。非常にね、まあ、有名な方ではあるんですけれども、ただですね商品とかはね、まあ、最近というかちょっと前に出たんだけれども、もともとね一切出さない、まあ、どちらかというと秘密主義の方でいらっしゃったんですね、まあ、だからアンダーグラウンドではめちゃくちゃ有名な方なんですけれども、まあ、あんまりなんというかマジック好きのねなんかライトそうと言いますか、まあ、普通の方はね、まあ、そんな知らないんじゃないかなと思いますが、この人ねめちゃくちゃすごい方なんですよね。でもその方をですね今回表紙にさせていただきました。なぜかっていうと直接お会いする機会があったからです。なんとね約20年ですね、正確にはね18年ぐらいなんだけれども、もうねずっと会いたかったんですよ。で写真もね撮らせていただいても、この僕が撮った写真なんだけれども、でねまたこのルセロさんのことね、まあ、知らない方も多いと思うのでインタビューもさせていただきました。実はね日本語だけじゃなくて英語にもね記事がなっているっていうのはね、まあ、ないんですよ、まあ、だから英語でも読めないんですよ、まあ、なのでこのね3号はね非常になんというか、まあ、誰得って言ってんだけれども、まあ、全人類得でしょみたいなね。まあ、ちょっとそうやってね、僕も胸を張れるね。非常にね、自信のある内容にはなってるんですけれども。いいね。やっぱプリントいいね。おーおー、いいね。ぜひとも見ていただきたいね。で、今回ですね、また3つね、記事あります。まあ、1つはそのルセロさんの話なんですけれども、もう2つですね。1つがですね、邦題とカタカナ英語ですね。例えばビジターですね。ビジターって、これラリー・ジェニングスですよ。これ確か日本語はね、真夜中の訪問者なんですよね。このカタカナ英語とこの日本語の邦題、まあこれがですね、まあどういう経緯で生まれたのか、まあこれがね、いい悪いの話ではなくて、どういった流れのこの歴史的文脈の中で生まれたのか、そういったね、話をしております。そしてもう一個がフォーカス・ポーカスですね。まあこれね、1号からやっている企画ではあるんですけれども、1600年のね、本をですね、和訳するというね、本当に誰得な企画をしているんですけれども、今回はですね、この第2回の連載になりまして、ここではですね、なんとスタックコインのですね、まあ、一番最古と言われている、そのですね、マジックの解説をしております。で、このスタックコイン、これ簡単に言うとですね、ダイナミックコインですね。あの原理をですね、まあ、一番最初に使ったものがね、こう解説されているっていうのも、このフォーカス・ポーカスと言われておりまして、まあ、それが一体どういったものだったのか、それについてですね、今回和訳しておりますので、まあ、よろしければね、こちらね、ご購入いただければなと思います。いや、熱いね。まあ、ちなみにこれね、こう毎回ね、この表紙のこの色ね、これ変えているんだけれども、これルセロさんね、これ何の色がいいかなと思ったら結構ね、どの色も合わなくてね、一番やっぱりこのシンプルな、これちょっとね、グレーなんだけれども、まあ、この薄めのグレーっていうのがね、一番かっこいいんじゃないかなと思ってね、この色にしてみましたが、なんかこう見ると相関号と結構同じように見えるね。まあ、でも、いいね。かっこいいね。いや、今回ね、頑張って作りました。よろしければね、動画の説明欄からご購入いただければなと思いますし、この過去のね、この誰得記述研究もね、販売しておりますので、よろしければね、ご購入いただければなと思います。この工事音もしかして入ってると思う、うるさくてごめんなさい。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイビー。